仙台高等専門学校を10月に宮城工業高等専門学校と仙台電波工業高等専門学校を高度化再編し新たに設置された略称は仙台高専学生数教職員数予算規模などあらゆる点において日本最大級の国立高専である実践的で創造的なものづくりの発展に 貢献できる人材を育成することを目的とし、2017年4月より、一学科生に再編。一学科8コースからなる一学科生。広瀬キャンパス、名取キャンパス広瀬、名取キャンパス高専5年間の、準学士課程卒業後、さらに実践的応用力を高めたい学生のために、設けられた2年間の教育課程、横断的な工学知識、技術を学習し、 複合領域への対応能力を身につけることに、加えて社会の問題を国際的視野で考察できる人材を養成する。広瀬キャンパス名取キャンパスホワイトスペースを利用するエリア放送が仙台高専広瀬エリア放送の名称でフルセグ及びワンセグ放送として実施されている。広瀬キャンパスに地上一般放送局1局が設置されている。放送が視聴できる。 業務区域は半径 1km 程度を想定している。国内大学、ありがとうございます。